皆さん、今日も美味しいお酒飲んでますか？今回のごちそうさまチャンネルはオクラ、シリーズの第3弾目でございますね。で、今までオクラを湯がいて食感を楽しむというレシピだったんですけど、今日からちょっと火入れをしてオクラを美味しく食べる方法をお伝えしていきたいと思います。オクラって火入れしすぎると独特なオクラのなんていうのかな、こう甘いような、ちょっと香ってから甘いような感じの独特のオクラの美味しさみたいのが消えちゃうんですね。なので火入れもできるだけさっと浅くした方が僕はオクラを美味しく食べれると思うので、今日はオクラのかき揚げをお伝えしたいと思います。材料も簡単、オクラ、天ぷら粉を使うと非常に簡単なので今日は天ぷら粉を使います。天ぷら粉、それからお水、それからレモン、大根おろし、お醤油です。でオクラですね、まずね、これやっぱ全部食べたいんですけど、この軸の部分やっぱり硬いので、ここだけ、いつものように落としていきます。この作業がね結構好きなんですよ。なんかこうスン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 っていく、やっぱりこうなんていうかな、包丁を使える日使えない日っていうのがなんとなくあるんですよね。リズム的に調子いい調子悪いみたいな、なんかこれで結構わかるんですよね。何言ってんだろうね。オクラこれ生の状態で切っていきます。だいたい 2,3 センチってところですかね。あんまり小さいとあっという間に火入っちゃってグズグズになっちゃうんで、ちょっと大きめに切っていきます。だいたい6等分とかそんな感じじゃないですかね。で切れたらここに天ぷら粉ダイレクトインで、お水入れて混ぜます。でかなり重めの衣なんですね。っていうのはオクラの固形感が強いのでガチッとくっつけたいんですよ。だけどちょっと重いの、ちょっとね、本当にわずか 10cc でも天ぷら粉とか粉って変わるんですよ、水で。 10cc とかじゃないな、 2cc とかで変わるかな。なので本当一滴状態だけちょっと確認してもらって、あ、これで変わりますよね、やっぱね。こういう感じですね。こういう衣の感じ、これが大事ですね。緩すぎたら繋がらなくてそのまま分裂してっちゃうし、で重すぎても分裂してっちゃうんですよ、繋がらないから。でこれ揚げていきます。だいたいこの量で4つ分ぐらいを想定してください。でこうスプーン2本使ってこういうふうにまとめて、でまとめて油。おつまみでね、かき揚げ食べるなら4つぐらいちょうどいいと思うんですよね。でこの間にこれは大根おろしで食べます。で大根を絞ってのせて、ここにお醤油から後でレモン汁をここにかけていただきます。いい感じなんじゃないでしょうか。もうガリガリですね。でこれもあんまり低温でゆっくりやっちゃうとオクラグズグズになっちゃうんですよ。まあ溶け出しはしませんけど、かなり柔らかくなっちゃうんで、このぐらいでいいと思います。表面がカチカチになって中の天ぷら粉にちゃんと火が通ったらぐらい。ただもう絶対オクラ火通ってるんで、で盛り付けていきます。はい、完成です。
はい、じゃあ高いうちにねいただきたいと思います。まずレモンこっちにかけるんじゃなくてこっちのお醤油の方にこうビューっと。でこの上にタコの塩乗せて食べる、こういう食べ方がおすすめですね。いただきます。うんうん、これやっぱりね、火入るとよりねっとり感が出てくるんで、そのねっとり感とレモン汁結構たっぷり入れたんで、この爽やかさがマッチングしましたからね。やっぱ揚げ物はもう王道でしょ、レモンサワー。うん、薄い、薄くなっちゃった。うん、もういいっすね。やっぱりオクラの香りがちゃんと残ってるぐらいの火入れなんで、ちゃんとオクラのかき揚げの意味があるっていうか、オクラをかき揚げにするだけの美味しさを感じられるレシピだと思います。まあそういうわけでね、オクラ第3弾目にして火入れをしましたけど、まあすごい簡単なんで、天ぷら粉多分家にあると思いますし、オクラがもし 2,3 本余っても1個できるんで、1個だけちょっとだけね、今日は油たくさんでやりましたけど、少ない油でもちょっと揚げ焼きにしてもらってできるレシピだと思いますので、ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。すごいベーシックなヨーグルトソースの作り方です。押さえてピッて